1789年、寛政の改革が圧迫せしく、一つの魔性の魂が臨化を挙げて蘇った。大地を揺るがし出現した城は、島原の人々を災いに染めている。それに呼応するかのごとく、斧神を修羅に変え、定めに生きる者たちが現れた。いざ、尋常に1本目。